シールドのこの取り付けの部分、前のヘルメットよりもだいぶ下に下がってきましたよね。これが安全性に効く。暗い時にはクロシェード上げて、日中眩しくなったら下げて、でまた夜になって暗くなったらまた上げる。一日の中で条件に合わせて自分の視界調整していけるのが、これいいなって思いますね。このシールドを何枚か使い分けるのが好きで、やっぱり行った先でも簡単に外してつけてもできるとありがたいんですね。今回はこれこんなに簡単になったので、いいですよね、これだけ簡単にできたら。これこのディフューザーが好きなので、まあ、空気を大量に頭の中に取り入れてくれるし、自分のブレーキ部分に出してくれるし、でこのちょっとした羽、これも効くんですよね。包むようにやんわりとホールドしてくれてる感じがあって、圧迫感がなくて長時間被るときやっぱり楽ですね。どこで押さえてるのか体感そんなにわからないんですよ。だけどホールドしてくれてて、頭こう左右に振ったり、急に風がバンと吹いてもヘルメットが右も動く感じがしないんですね。あと何より風がこのヘルメットの中、この顔のあたりをさらっと撫でていくような、なんか車でいう屋根付きの車というよりかはオープンカーに乗ってるような、そういう広い爽快感があってすごい気持ちよかったです。プロテクションの進化を追い続けます。 The consistent pursuit of gains in protection.